音楽はさどういうの聞いてるの?。音楽は、うん、ミスチルとか。ミスチル、うね、カラオケとか行く?。うん、行く行く。私、あんま行かないんだけど。なんか言ってたよね、カラオケ行かない、なんかすごい、竹内さんって、歌好きそうなイメージがあるんだけど。高校生ぐらいでね、いっぱい歌ってたから、もうね、その後、飽きちゃったんだよね。あ、そうなんだ。うん、あ、でも、歌は好きなんでしょう?。うん、嫌いじゃないと思うけど、あ、あと、純粋に曲を知らない、私は。ああ、でも。 だんだんさカラオケとか行かなくなってくると最近の歌わかんないんだよねって始まってそれもわかるんだけどなんか「聞かかかななないいいでも歌番組と見たりししのあそっニュースステーション」とかそういうのばっか見てるのね俺も見るけどニュースも見るけどだから音楽番組あ音楽番組例えばたまにテレビつけて見るとね知らない曲が流れてていいなと思ってもそれで終わっちゃうんだよね私。 それで CD を買ったりとか借りに行ったりとかってあんまりないないのあそっか CD どうやって買えばいいかよくわかんないちょっと待てだってさいっぱいあるじゃないいやあるけどあそっかでもテレビだとさ流れてるとこうんだろうこうサビのあたりだけ聞いてあいい曲だなと思ってもで以上何とかアーティストの名前だけ言ってんとかでしたって言われてもえ今の曲はなんて曲みたいなってことがあるじゃない。ああるるそそうういのはけどねれで あの曲なんか CD 買いたいんだけど何だったんだろうみたいなないないだから分かんないんだもんあそれでしょそうやってさ歌番組聞いてる時に「うん、あこれひな!」とか「善歌、うん!う」とかそうやってるからそれどころじゃなくなっちゃうっていう確かにそれはある確かにそうですよだからよく分かんないんだよね、うん